シリアレバノン戦役エクスポーター作戦は第二次世界大戦における1941年6月の連合軍によるフランス領シリアレバノンへの軍事侵攻のこと。作戦は成功し、この地域は自由フランスに接収された。イギリス軍は B 部隊及び C 部隊を展開させ、後日さらに造成された。率いるのは ELS キング中将であった。これに対するフランス軍は 大型駆逐艦エパール、バルミ、通報艦エラン、潜水艦、カイマン、モーズ、スーフルールであった。6月9日未明、グレンガイルからコマンド部隊395名がリタに川付近に上陸。それに対してフランス駆逐艦が出撃し、リタに川南のオーストラリア軍を砲撃した。キングは駆逐艦4隻を派遣。フランスとイギリス駆逐艦は、 シド動沖で遭遇し、戦闘となった。最初に、フランス駆逐艦と交戦したジェイナスは被弾して、航行不能となり、続く戦闘で、ジャッカルも被弾した。フランス駆逐艦は、ベールートへ向かい、その手前でイギリス側は、追跡を打ち切った。イギリス側は6月10日に駆逐艦、スチュアート、ジャガー、グリフィン、ディフェンダーが加わり、6月13日には、 軽巡洋艦リアンダー、駆逐艦、ジャービス、ヘイステが加わったが、エイジャックス、スチュアート、ホットスパー、カンダハーが離れた。6月14日、フランス駆逐艦がベルートから出撃し、それをグリフィンが発見。リアンダー、コベントリーと駆逐艦4隻が急行した。6月15日、アイシスがドイツ軍188爆撃機による攻撃で、アイレクスが フランス軍グレンマーチン爆撃機による攻撃で共に、資金弾で大きな損害を受けた。6月16日、フランス本国からの弾薬輸送中であった、駆逐艦シュバリエ・ポールがキープロスから発進した、ソードフィッシュライ撃機により撃沈された。救援のために出撃した、ゲパール、バルミは、リアンダー、ジャービス、キンバリーと遭遇し、交戦した。6月18日、 イギリス側に、軽巡洋艦、ナイアド、キングストン、ジャガー、ニザームが加わる。6月21日、弾薬を積んだ、駆逐艦、ボークランがベイルートに到着したが、翌日爆撃を受けて損傷した。6月23日、ベイルートを出た、ゲパールと、バルミは、リアンダー、ナイアド、ジャガー、キングストン、ニザームと遭遇し交戦。ナイアドからの5.25インチ砲弾が、 ゲパールに命中したが爆発しなかった。6月25日、イギリス潜水艦パーシアンがスーフルールを撃沈した。ありがとうございます。